8月23日小平町では第33回小平町産業まつりが行われました。バーベキューコーナーでは普段はなかなか食べられない最高級 A5 ランクの小平産黒毛和牛を思う存分楽しめたほか、手打ちそばや各種農産物、海産物の販売が行われ、小平の味覚が堪能できる祭りとなりました。ステージでは小平太鼓の演奏や現金つかみ取りが当たる大抽選会、歌謡ショーなどが行われ、最後は広い会場全体を使った餅まきで締めくくられました。9月13日には手塩町で第2回手塩味覚祭りが行われました。祭りの目玉企画は毎年大人気の鮭のつかみ取り。抽選で選ばれた150人が特設プールに放たれた生きたままの鮭を豪快に素手でつかみ取りました。このほかベテラン漁師菅井義文さんによるいくら作りの実演や、鮭をはじめとした特産品の販売会、牛乳やマスカットサイダーの早飲み大会、大型液晶テレビが当たる大抽選会など盛りだくさんな祭りとなりました。9月27日増毛町では第38回増毛町秋味祭りが行われました。最盛期の鮭を中心に取れたての鮮魚類が浜根で販売されたほか、水産加工品や旬のリンゴ、梨をはじめとした農産物など増毛の秋の味覚が勢ぞろいしました。また充実の飲食コーナーは三国シェフ監修のブイヤベースをはじめ、ホタテやタコの海鮮焼き、エビ汁、秋味鍋などなど、どれをとってもうまいものばかり。来場者の舌を満足させていました。さらにホタテの殻むき競争や大抽選会などのアトラクションが人気を集めたほか、所管公園隣のサケマス採卵場に設けられた特設会場では300尾のサケを放流してサケのつかみ取りが行われ、大人も子供も入り混じって豪快なつかみ取りを楽しみました。9月6日留萌市ではラブリバー2009第20回留萌川祭りが行われました。祭りは一級河川留萌川に親しむという趣旨で毎年行われており、 e ボートレースやカヌー体験、釣り大会や川の観察会など、川にちなんだ企画が会場を盛り上げたほか、かもめ幼稚園園児によるエビマーチの踊り、米飯普及戦士コメファイターによるクイズ大会、甘エビが当たる大抽選会などが行われ、たくさんの市民が秋晴れの一日を楽しみました。9月5日6日の2日間幌延町では面白科学館2009 in 幌延が行われました。会場となった幌延町総合体育館にはエアロバイクによる発電やロボットアーム、木製玩具カプラを使って街を作るコーナーなど、さまざまなアトラクションが用意されたほか、新聞紙で作るエコバッグ教室や切り箱で放射線を見る実験、太陽電池で動く昆虫を作る工作教室など、エネルギーと科学に関するさまざまな体験プログラムも実施され、親子連れが多かった来場者も大満足の様子でした。10月3日小平町で松前神楽小樽ブロック合同講演会が行われました。約350年の歴史を持つとされる松前神楽は、ニシン場の屋上とともに各地に広まり、現在では小平町の鬼鹿松前神楽保存会が最北の保存会となっています。講演会では尻べし松前神楽会をはじめ、小樽、鴨江内、スッツ、瀬田名、鬼鹿の各保存会が一堂に会し、夫婦円満と世の平和を表した庭佐護舞や、松前藩主第10代憲広公の作とされる寒遊び舞、
息災延命立身出世を祝う沖縄舞、ダルタヒコが獅子を手玉に取るササラなど20演目を上演し、会場となった旧花岳番屋は約3時間、ニシン漁が華やかだった時代にタイムスリップしたかのようでした。留萌の暑い秋、いかがでしたでしょうか。冬の留萌もまだ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 暑い企画が目白押しです。12月6日は留萌市の今年最後のうまいよ留萌市。12月にはホロノベ町のトナカイホワイトフェスタ、2月上旬には塩別町の塩別冬祭り、2月下旬には苫前町の北海道たこ揚げ大会、そして3月上旬には留萌市の萌えっこ春祭りが行われます。冬の留萌にもぜひ遊びに来てください。